アイテム番号 SCP-164JP オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-164JP はサイト8154特別物品収容室内の金庫ロ11に収容されています。金庫内には呼び出しボタンが設置されており、SCP-164JP が活性化した際これを押す決まりになっています。押されたボタンはサイト8154第4研究室内に設置された専用通話装置に着信されます。着信があった際は30秒以内に取るようにしてください。また、SCP-164JP から何らかの要求があったとしても全て拒否してください。説明。SCP-164JP は不定型の知性体です。姿型を自由に変異させることができますが、おおむね大きさは1メートル以内。重さは 30kg から 70kg の間になります。現在は直径 47cm、重さ 67kg の赤い硬質な楕円型の物体です。発話器官をはじめとする生物的な器官が一切存在しませんが、どのような形状であっても活性化状態ならば、成人女性のような声で話すことができます。また口述する性質上、使用する言語には際限がないと考えられています。SCP-164JP は1週間に1度程度、不定周期で活性化します。活性化した場合は誰かと会話をしようとします。この時、周囲に会話の相手がいない、あるいは手段がない場合、相手を見つけるためにその状況に応じて変異し、移動を開始します。不活性化状態の場合は最後に変異した状態を保ちながら、発話をはじめとしたあらゆる活動を停止します。自身をあらゆる物事の模範的存在であると主張しています。一度会話で言及された存在や事象について瞬時にある一定レベルまで理解し、そのものについての模範とは何かを語り始めます。しかし、得られた知識が完全ではないことや、SCP-164JP が発見時から精神的に不安定であり感情の制御が行えない状態にあるため、有用性は皆無です。ポイ、会話記録 164JP。1、確保の際に行われた会話の一部抜粋。あら、あなたたちとは初対面ですよね。はじめまして。私は、言語化不能なノイズ、です。私は様々な場所をめぐって見識を広げ、そこで得たものを他の方への手助けとして提供させていただく旅をしております。ちょっとそこのあなた、なんだこいつと言いましたか？口の聞き方には気をつけなさい。私とあなたは今ここで知り合ったばかり。家族でも友人でもましてや恋人でもないのにこいつ呼ばわりされる理由はありません。初対面同士の模範的な会話の仕方をもう一度学び直しなさい。会話記録 164JP に収容後初めての活性化の際に行われた会話の一部抜粋。はじめまして。私、言語化不能なノイズ、というものです。あなたのお名前は、天王寺さんですか？なるほど。少々奇抜ないでたちをされているようですね。どうしてわかったのかですか？私には聞いたものの知識を得ることができます。なのであなたのお姿を見ずとも、あなたのお名前を伺うだけでおよそのことは理解できます。しかし、そのような言動でよろしいのでしょうか？どうやら研究者としては評価は悪くないようなので、もう少し落ち着いた方がよろしいかと。例えばですか？そうですね。ギアーズ博士のようにいかなる時も冷静になられてはいかがでしょうか？会話記録 164JP。現在の収容プロトコルが確立された直後に行われた会話の一部抜粋。ちょっとあなたたち、これはどういうこと？どうして私がこんな暗くて狭いところへ押し込まれなければならないのよ。大体あなた誰よ。天王寺はどこ？あの芸人気取りには言いたいことが山ほどあるのよ。はあ、他の研究で忙しいですって。私の担当でしょ。今すぐ呼びなさいよ。それがオブジェクトに対する態度なの？私はね、その気になればいつでも収容違反できるのよ。液体になったことあるの知ってるでしょ。それをわかっているの。確かにそれもそうね。わかったわ。なら、今日のところはオブジェクトとして模範的に収容されておいてあげるわ。